一番最初の映像として捉えられている瞬間を見てみましょう。ありますよね、なんか白いの、この画面でちょっと止めてください。真ん中に煙突のようなものがあります、はい、真ん中の右側にその ふもとですね、足元ですね、はい、ふもとにな大きさはともかくとして、はい、あそこに物がありますよね、はい、建屋みたいなものが、はい、それが次映像を進めてください。少しずつ進めてください、はい、これでなくなってますよね。そのようにも見えますね。その煙が上がっていますんで手前ですよね。これですね。はい、はいはい、そして最新情報が入ってきました、会見を延期すると先ほど発表しました原子力保安院は午後5時から予定していた記者会見を延期すると発表しました。その理由としましては総理官邸と調整をした上で発表するためとしています。その理由として総理官邸と調整をした上で発表するためとしています。福島第一原発での爆発音の件など事態が動いていることを念頭に置いたものとみられます。まだこれだけでははっきり